カゾシ、北辻地区の北辻沼に今も残る、掘り上げ田、北辻沼の掘つぶれ掘り上げ田は、穀物を栽培するために古障などを開発した農地を、言う。注意、掘り上げ田、掘り潰れ、掘ったについて、それぞれの地域により、表記法、発音が異なっており、下記ではその檻を併記する。掘り上げ田主に、江戸時代、古生であった場所を神殿開発し、 生み出された水田である。開発の手順としては、故障である場所において土を盛る場所、土を取るために掘り下げる場所を交互に設ける。こうして土を盛り高くした場所を水田などにして利用し、低くなった場所を悪水路、または、弱悪水路として利用する。このように水田と水路を交互に設ける、特性上、おのずと掘り上げたは、細い長方形。 または短冊型になりやすい。また掘り上げたで作業をする際の移動手段として、船なども用いられた。主なものとして当時江戸幕府の天領であった、武蔵国東部や岐阜県南部の和重のものなどが挙げられる。地域により掘り上げたは、ほっつけと称されることもある。なお、掘り上げ田を開発する以前の古障小宅地には、 周辺からの水路が流入していることも多く、それらは、不ぐる掘りとして、掘り上げたの増生時に合わせて、再整備されていることが多い。掘りぶれ蒸気の掘り上げ電を開発する際に、再度のため掘り下げられ、水路などになった場所のことを言う。この掘りぶれではかつて故障であった掘り上げ電の、特性上、時間の経過とともに掘り上げ電より土が掘りぶれへと、 流れ堆積し、水路が浅くなるなどの弊害も起きていた。そのため定期的に掘りつぶれより掘り上げたえと土を盛り直す作業が行われていた。掘りつぶれに堆積した土は、その場所が沼などであったことから比較的養分に富んでいたので、土を盛り直す作業はせひの役割も兼ねていた。この掘りつぶれでは、ウナギなど水生生物の生息地ともなっていた。 掘ったこれら、掘り上げ殿と、掘りつぶれを合わせた総称として用いられる語句。掘ったを参照。注意、この節に記した掘り上げ殿は、過去に存在していたが、現存していないものを含む。埼玉県域、群馬県域、茨城県域、岐阜県域、埼玉県域、関連、群馬県域、関連、岐阜県域、関連。ありがとうございます。